い、どうも、帽子かぶってます。はい、オードリーです。I just poked myself. はい、オンケイ！はい、マジ！はい、じゃあ、ケル先生、今日の漢字をお願いします。おー！見て。滝の種。これ、美味しいのよ。でも、私、ピーナッツしか食べてないんだけど。あ、マジで。はい、じゃあ、ケル先生、今日の漢字をお願いします。ノンノンノン。あ、あん。ノンノンノン。ノンノンノン。ノンノンノン。基準かしかはい、こちらですね、今日の漢字、うん、はい、今日の漢字は地震です、地震です、いや違うわ、今日の漢字はものです。はい、ものですね。はい、じゃあケロ先生、もの今のやばくない？ちょっとはい、じゃあケル先生もバカやんダメ、まあ、結果は大丈夫でした。このビデオで私はよく食べていますね。はい、それではケル先生、ものという漢字の意味を教えてください。はいえ、物って簡単じゃない、うん、だって物は物じゃん。これは物ですね。うん、果物の物ね。これも物ですね。お皿お皿、うん、名前がわからなかったら、例えばこれも物です。物、あのね、簡単に言うわね。これも物です。名前が忘れやすいから、時々名前が忘れやすいから、名前が忘れやすいじゃん、時々のものだから、まあ簡単に言えば物って言えばいいですね。物いいね。ふんまあ簡単に言えば物は、It's a thing. It's a thing. A thing. これありますよね。これもの。これももの。ただ自分がものではありません。それは覚えてくださいね。うん。自分は自分。Me は。なんか全然説明になってないっていうことに今気づいた。これものです。これものですって。ものの意味はどこ行ったんだよ。ん？意味じゃん。答え。物質？知らない。まあ。ものはデイモノノ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 、うん、まあね、ものは全然説明できないあ、なんかものはものだよね、なんかほんとこれものですね、うん、身の回りにあるものすべてがものです。自分だけは人間以外はね、あと動物以外は。No, no. 動物ってなんで物のあと物って物が入ってるの？文字おかしくない？なんで？だって物じゃない？動物、動物物なの？うん、そうじゃない、もう分かんなくなってきたそれじゃない、後で調べないとなんすか。はい、うん、ということで物の意味全然伝わっていない、謎ですね。物の意味は謎ですね。これはぜひ、あれ多分ビデオを後で編集するときに物の意味を入れると思うんですけど、それを見て読んでください。ちょっとだよね、ハンターね、うん。ということで今日の漢字はものでした。はい、でした。結局意味は謎のままわからないというですね。まあここにあるものほとんどが全部ものってことですね。うん、はい、じゃあキロ先生ありがとうございました。はい、Thanks so much for watching. Bye! バイバイバイ。